問題 A、二つのチームが野球か何かの試合をした。試合は N ラウンドからなり、各ラウンドでの両チームの得点が入力される。合計得点が多いのはどっちだ、あるいは引き分けか？はい。一番危険なのはチーム名を出力する部分かもな。初めてならコピペするべきだろう。ちなみに説明欄にも全問のコードを置いたぜ。問題 B、A、B、C からなる文字列が入力される。A が何個か B が何個か C が何個かという形か判定しろ。0個も認める。入力の長さは控えめ。正規表現でいいかな。正規表現を競技プログラミングで直接使う機会は多くないが、最低レベルより少し上くらいの問題をたまに瞬殺できるな。正規表現を使わないなら、入力の小ささを活かした全列挙がおすすめだぜ。問題 C、1から N までの番号がついた N 人が1列に並んでいる。ただし番号順とは限らない。それぞれの人が、目の前の人の番号を言ってくれる。先頭の人は先頭だよって言ってくれるんだね。この情報を元に並び順を復元しろ。情報に間違いはないと想定していいが、人数は多くて、適当な20ループは時間切れになるぜ。とりあえず、先頭の人は先頭だよって言うからわかるね。残りだけど、例えば3番の目の前に2番がいるなら、2番の真後ろは3番で、3番の後ろは、って芋づる式にやればそのうち全部わかるよね。それを20ループなしでやれっていう話で、最初に後ろバージョンの表を作っておけばいいぜ。問題で、五目並べのようなことをする。整数形が定まっていて、縦か横に黒石を稽古連続させたい。そのためには黒石を最低何個置く必要があるか？白石は増えないが、どかせない。不可能ならそう言え。盤面は広くて、並べたい個数も多いぜ。一両しかないと思っていいかな。本当は何両もあるかもしれないけど、別々に見ても問題ないよね。あと縦もあるけど、向きが違うだけってことで。ってわけで一両だけ見るよ。最後に揃えたい場所を全部試しちゃえばいいかな。白が1個でもあるとこはアウト。白がないとこの中で、黒が一番多いとこを使えばいいね。結局一つずつずれてく区間の中の石を数えればよくて、まあどうとでもなるかな。コード例はちょっと長いから説明欄を見てほしいぜ。問題 E、N 本のジュースがある。このうちどれか1本に気候性の猛毒が混ざったことが判明した。一滴でも口に入ると、翌日に猛烈な腹痛に襲われる。が、どれが毒入りかわからない。仕方がないので、数人に人柱になってもらう。彼らのそれぞれに N 本のジュースのうち5つかを与える。一滴で効くってことはジュースがなくなる心配はいらないよね。翌日彼らの様子を観察することで、毒入りジュースを確実に特定したい。実験台は最小で何人必要か？あと、彼らにジュースをどう与えるべきか？逆にさ、3人いたらジュース何本までいけるのかな？ジュースの上げ方はともかく、次の日の観察結果は8通りしかないから、9本は無理だね。で、8本ならできるか、だけど、この通り上げればできちゃわない？ジュースの番号を0から始めると、3人に1、2、4を割り当てて、倒れたやつの番号の合計が毒入りってとこだな。知ってるか？これを、二進法って言うんだぜ。知ってるよ。問題 F は G より難しいので割愛するぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。